はじめましての方もこんばんは。体をほぐそうとしてストレッチをしたら肩を痛めて眠れない男ゆちです。最近動画のペースが遅くて大変申し訳ございません。そのためメンバーズシップ用の動画も滞っております。大変申し訳ございません。そろそろ時間の余裕が出てくるので頑張ります。そして本日僕は大変喉を痛めております。いつもよりはちょっと力が弱いナレーションになりますがご了承ください。この動画では僕のアホな日常を語る動画ではなく、ガンプラや美少女プラモを中心に改造や全塗装を行っていくチャンネルです。よかったらチャンネル登録よろしくな。それでは今日作るプラモを見ていきましょう。今日作るのはフミカネアートワークアルシアアナザーカラーです。ようやく手に入りました。アナザーカラーじゃない方は予約戦争に負け絶望していたが、ようやく来たな俺の下乳が。さあ早速ニッパーと説明書を取り出してスケベボディを見ていこうぜ。組み上げたアルシアがこんな感じ。これがアルシアか。思った以上の露出に加え、付属してくるリトルアーモリーシリーズのコラボ商品、対戦車ミサイルがベストマッチだ。そしてカラーリングも良く可愛い系にも見えるが、クールな顔立ちやジャケットのおかげでスレンダーでかっこよくも見える。素晴らしいプロポーションだ。そしてプロポーションも良いが、たまらないのがこの下乳。控えめに言ってスケベだ。さらにこのボディラインの素晴らしい肉付き、完璧だ。しかもこのパンツも違和感なくボディにフィットしているため、素晴らしいプロポーションを実現しているってわけだぜ。しかもこのキットは体の肉付きだけではなく、ジャケットの作り込みもいいため、可動範囲を妨げることなく膝立ちポーズをしたり女の子座りができるってわけだ。ちなみによく動かす腕や足以外に可動する部分は髪の毛。髪の毛には根元に関節が仕込まれており、お好みの角度に調整が可能。さらにいじっていて思うのだが、このメカメカしい腕とジャケットの効果により他のビプラよりすだちが妙にかっこよく見えてくる。このデザインはとても素晴らしい。そしてこの腕、かっこいい腕だけではなく、交換でこのふわっとした腕の造形が交換することができる。これを付け替えるとまた一気に印象が変わってとても素晴らしい。非武装状態をじっくり見たら、さあここからは武装の取り付け。この色々ある武装を取り付けるとこんな感じ。ライフルと刀まではなんとか装備できるのだが、対戦車ミサイルまで持とうとするのはちょっと無理がありましたね。しかしこの武装の豊富さはとてもいいものだ。そんな武装類のギミックを一緒に見ていこうぜ。まずはこのライフル。このライフルには長さが違うストックが2種類あり、お好みの長さのストックを選べる。刀はしっかり抜刀が可能。しっかり刀を収められる刀はやはりいいものだぜ。そして対戦車ミサイルは両手で持ち発射ポーズを取ることが可能。さらに別映えのフライングベースとのコンボ攻撃により、ミサイルがまるで発射しているように見せることができる。さあここまでざっくりとギミックを見てきましたが、とてもいいですね。いつもゴテボニ装備でどこを動かせばいいのかわからなくなるっていうのがなく、シンプルに武器を持たせてポーズを決める。そんな武装類でとてもいじりやすい。さてここまで非武装状態や武装類などを見てきましたが、一応交換パーツを見ていこう。手のパーツは全部で5種類。さらに装甲付きの手のパーツも5種類。さらに表情パーツは3種類。そして最後に気になるところ、いろいろと動かしていったが、個人的にこのキットで気になる部分はない。それよりも作りやすさ、遊びやすさ、武装、スケベ度、デザイン、どれも高く、美少女プラも初心者から変態紳士まで全ての方におすすめだ。そして今日はこのアルシアを勝利の女神ニケに出てくるラピ風に改造全塗装していくぜ。では改造いくぜ。さてまずは合わせ目処理から。このいつものミスターセメント SP を使い、合わせ目になる部分に溶剤を流し込み、両サイドを強く押さえつけたらよく乾燥させ、スポンジヤスリ240番から600番で表面を鳴らすぜ。大体の部分はこのように合わせ目を処理していくのだが、そのまま合わせ目を処理すると塗装をした時剥げる場所がある。それが肩や足首周りだ。
ここはこのまま塗装をすると塗装が剥げてしまうので、合わせ目を行う前に少しヤスリがけをし、パーツの隙間を作っていくぜ。さらに腕なんかはこのまま合わせ目処理をすると、後で塗装が大変なため、引っ掛けになっている部分をニッパーでカットし、後はめできるようにしてから合わせ目を消していくぜ。さらに綺麗に合わせ目を消せない部分にはタミヤエポキシ造形パテを使い、段差や隙間を埋め、よく乾燥させたら合わせ目同様にスポンジヤスリで表面を慣らしていくぜ。さらにプラモでは絶対に見ると言われるこのパーティングラインにはデザインナイフでカンナがけ、その後ヤスリで表面を整えると綺麗に仕上がるってわけだぜ。さらに既存のモールドでモールドが浅い部分にはウェーブの高値 0.1 ミリを使い、モールドを掘り直し墨入れをしやすくしていくぜ。そしてモールドを掘り直した際に発生してしまったバリなんかには爪楊枝とスポンジヤスリを使い表面を整えるぜ。そしてここからはオリジナル改造、今回は限定版を購入したため腰パーツが1個付属してきた。ここに適当な関節を見繕い合わせ目を処理したら、そこにシャーペンでボディースーツのラインをつけ、デザインナイフで軽く溝を作り、そこに 0.1 ミリの高値で筋彫りをし、深く掘れた 0.2、0.3 ミリでさらにモールドをしっかり作り込むぜ。ボディーラインができたら、お腹が隠れるぐらいの 0.3 ミリのプラ板を用意し、新たなるアイテム、ヘアアイロンを使い、プラ板に燃え盛る大地。そして熱で柔らかくなったプラ板をお腹に当てていき、洋服を作っていくぜ。この時一発で形を作るのではなく、何回かに分けてやると綺麗に仕上がるぜ。できた服パーツがこんな感じだ。ちなみになんでエッチなお腹を隠すんだよって思ったそこのみんな、それは個人的なものなのだが、全部見えるより薄い布でチラッと見えるお腹の方がエッチだからだよ。さあ、エッチなボディが作り終わったら、これで一通りの下処理は終了。一度細かい塵やゴミを洗い流し、よく乾燥させたら塗装行くぜ。まずはガイアマルチプライマーを全体に塗り、塗装の食いつきを良くさせ、よく乾燥させたらサーフェイサーパステルピンクを使い、肌や髪の毛をピンク色に塗る。そこに肌にはノーツフレッシュとフレームアームズガールカラー03を混ぜ、肌色に塗っていくぜ。その後この肌塗装したパーツにはオキサイドレッド、ローズディープレッドなどを混ぜ陰影をつけていく。この効果により一気に美しい足になるぜ。髪の毛にはピュアホワイトにマイルドオレンジ、ホムラアズキを少し加え、茶色寄りの黄色で髪の毛を塗っていくぜ。そこにピュアホワイトでハイライトを塗り、クリアのトップコートでコーティングして、よく乾燥させたら暗めの色を調色して陰影を描いていくのだが、塗った髪の毛はこんな感じで影とハイライトがごっちゃになってしまう。そこでこのメラミンスポンジを使い、塗りすぎてしまった影をこすり取り、ハイライトと陰影をはっきりさせるぜ。だがこすりすぎると下地もこすり取ってしまうため、こすりすぎには注意が必要っていうことだぜ。そしてメラミンスポンジでこすり取った髪の毛がこんな感じ。ここにさらに同じ工程でもう一段階暗めの影をつければ完成。そして服や一部パーツには一度ミスターフィニッシングサーフェイサーグレイを使い灰色に塗り、その上からピュアブラックにコバルトバイオレットとローズディープレッドを少し足し、服を黒く染め上げていくぜ。さらに一部マスキングをしてパンツァーレッドとホムラシを混ぜ赤く塗り上げるぜ。その他の武装パーツ類にはミスターフィニッシングサーフェイサーブラックで黒く塗り上げ、その上から一部パーツはスターブライトアイアンを使いメタリックに塗り上げ、よく乾燥させたらマスキングをし、スターブライトシルバーで塗り分けをしていくぜ。さらによく乾燥させたらマスキングをし、パールカッパーで一部ゴールドに塗り分けていくぜ。そしてさらにマスキングをして、ライフルや刀には純色マゼンタとスターブライトアイアンを混ぜ赤メタリックに塗り上げるぜ。そして対戦車ミサイルなどにはダークアイアンを使い兵器感を出していく。そしてこの対戦車ミサイルの塗り分けにはミスターカラーのアルミで塗り分けをしていく。
そして最後にボディースーツ。ボディースーツやパンツにはピュアブラックにローズディープレッド、コバルトバイオレットを足し、赤茶色に塗り上げるぜ。よく乾燥させたら髪留め用のネットをかぶせ、ファレホのブライトブロンズを塗っていく。そしてよく乾燥させたらネットを取り外し、下地の色でグラデーション塗装。これで網タイツの完成。そしてさらにこれで大体のエアブラシによる塗装は終了。ここからは筆などによる部分塗装。まずは武器にあるこの丸いモールドにファレホのブライトブロンズを塗ります。その次に墨入れブラックを使い、各パーツに墨入れをしていく。はみ出してしまった部分にはエナメル薄め液で拭き取っていくぜ。口にはエナメル塗料のレッドとホワイトを混ぜ、ピンク色に塗っていくぜ。口が濡れたらデカール、付属のフェイスデカールを貼っていくぜ。そしてフェイスデカールが貼れた化粧品でチークを描いていく。この時塗りすぎてしまった時はティッシュで少し調整してあげると綺麗に仕上がるってわけだぜ。次に対戦車ミサイルのスコープ。スコープにはまず一度マスキングをして型を取る。その型をこのミラージュレッドシールに貼り、型通りに切り取りスコープに貼っていく。その後マスキングを剥がすとこんな感じだ。美しいぞ。そしてボディ、この網タイツエロボディにはエポキシ接着剤を塗り、服を接着。ここまで来たら最後にトップコート、艶消しとクリアをハーフに混ぜ全体に塗っていくぜ。これで全ての作業は終了。前方にラプチャー発見、エンカウンター。
さて、いかがだったでしょうか。今回の勝利の女神ラビ風は、服がいい感じにマッチしたんではないでしょうか。そして前々から言ってる通り、プラモを置く場所がもう僕の部屋にはほぼありません。なので今回も出品します。出品は6月14日を予定しているので、楽しみにしていてほしいぜ。さて、今日の動画もこんな感じ。今日の動画も面白かったよ、楽しかったよって思った方は、熱いコメント、チャンネル登録、熱いグッドボタンよろしくな。さーて、とうとう服がいい感じに作れるようになってきたな。これでもっと幅広い工作ができるってわけだぜ。もう一人の僕、相棒。実は今回購入したのはアイロンだけじゃないんだ。何？これはドライヤー、しかも高温になるやつだな。今回は使わなかったけど、これでエフェクトパーツや服を細かく微調整できるってわけだよ。はぁ、わかったぜ相棒。まだまだ学ぶことがあるってわけだな。しかし、今回購入した千年アイテムはすべて高温で、火事や火傷の恐れがあるぜ。もしやるときはすぐ消火できるように、準備してから作業しようぜ。それでは次回の動画でまた会おうぜ。またな。